トッド・フィリップスは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。ニューヨークブルックリンクで生まれる。ニューヨーク大学で映画を学び、また、在学中にパンクロッカーの GG アリンをテーマとした、ドキュメンタリー映画、全身ハードコア GG アリンを監督し、成功を収める。次に、大学生のフラタニティに焦点を当てた、フラットハウスというドキュメンタリーを撮り、 1998年の三段ンンス映画祭で上映され、審査員賞を受賞する。2000年、先のサの三段ス映画祭で出会った、アイバン・ライトマンの制作総指揮家で、コメディ映画、ロード・トリップを監督し、以後、劇映画監督も務めるようになる。2009年には、ブラッドリー・クーパー主演作、ハング・オーバー。消えた、花婿と、史上最悪の二日酔いを、監督、制作し、 これが全米のみで興業収入2億7000万ドルを超えるヒット作となり、さらには第67回ゴールデングローブ賞作品賞を受賞する。2019年、ホワキンフェニックス主演作、ジョーカーで監督、脚本、制作を務め、第76回ベネツィア国際映画祭で金子賞を受賞した。ありがとうございます。